ャンネル。じゃ、こんにちは。あの前に、はい、契約更改の時の交渉の仕方を教えてもらったじゃないですか。ああ、言いましたね。はい、動画ここであります。はい、すごい面白くてすごい参考になったんですけど、はいはい、でも契約更改って基本的にお金のことかなとは思ってるんですけど、はい、結構時間かける人いるじゃないですか。そうですね、僕とか結構時間かけますね。はい、それってお金の交渉だけなんですか、もっといろいろ喋ってるんですか。はい、お金の交渉以外のことの方が多かったりします、実は。え、以外のこと。はい、へ、お金のことはすんなり決まって、はい、その球団に要望とか改革してほしいこととか、うん、提案したりとかする時間の方が僕長かったりします、ね。へー、長い時どんぐらい喋ってるんですか。2時間。そんな喋るんですか。はい、だから年俸とかそういう契約ごとのことを30分ぐらいして1時間半、はいはい、聞きたいですか。聞きたい。じゃあ今日はもうその契約更改、はい、何やってんだっていう話。はい、はい、でも契約の更改だから自分の契約の話ですか。でもそういう要望のことは言わないんですよね。はい、だから要望することは、うん、僕が知ってたのは、はい、ロッテって2軍の寮が浦和にあるんですよね、うん、武蔵浦和っていうところ、はい、で1軍の球場が海浜幕張だから、あの電車で来ても1時間半ぐらいかかるんですよ、うん、結構下手したら2時間ぐらい、はい、もう寮出て球場着くまで入れたら、うんうん、で車で来ても、まあ、最近は高速が新しくできてアクセス良くなったんですけど、はい、昔はマリンまで来るのに1時間半ぐらい普通に車でもかかってたわけですよ。ってなった時に、そのまだ西岡とか今井とかが若い時に、はい、寮から来てて、うん、で僕は球団にその寮から来てる西岡とか今井とか寮から来てるやつ、あのもうちょっと改善した方がいいですよって言ったんですよ、うん、そのチームを強くしていこうって考えたら、うん、若手を成長させなきゃいけないわけですよ、うんうん、そうなった時に、はい、寮から時間かけてマリンまで来て、うん、で時間かけて帰ったりして、うん、で電車 で寮生その時車禁止だったんで、はい、であの電車乗るって言ったら11時20何分の海浜幕張発の電車に乗んないと、はい、寮に帰れないんですよ、はい、ってなった時に試合時間長くなりましたとかってやったら、その帰り時間も考えながら試合終わった後練習したり治療したりしなきゃいけないわけじゃないですか。そんなんだってうまくならないじゃないですか。もしくはその試合前でも寮から来る移動もね、長時間移動してきて、でもし試合前練習したいってなった場合、朝の10時とかに寮出なきゃいけなくなる、で帰るのも遅い、寝る時間もなくなりますよっていう。そんな無駄な時間かけてたら選手、若いやつが成長しないんで、うん、でしかも寮っていうのはチームがそこに寮を建てたわけで、はい、僕らが率先してそこからマリンに通いたいわけじゃないじゃないですか、うん、でしかも寮生もその何年以内までは寮に住まなきゃいけないっていう。ロッテってどうなんですか、高卒は何年だ。あるんですよ、あるんですよ、僕らの時もあったんですよね、はい、今はどうなってるか分かんないですけど、そのルールがあるわけだから、はい、で簡単に出れないわけじゃないですか、うん、ってしかもその浦和に寮を作ってるのはロッテの、まあ、いわば責任なわけじゃないですか、はい、それだったら寮生はホテルをチームで取って宿泊させてやってくれと、うん、そのマリンね、マリンで試合がある時は、はい、常に球団がホテルをお金払って、それまでは自腹で取ってたんですよ、はい、へー、その帰りたくないしんどい人はね、はい、お金払って、うん、それをチームで取ってあげてくださいと、うん、でそしたら負担も減るし、うん、時間考えないで自分たちの練習もできるから成長しやすいし、はい、で2軍の選手が2軍が遠くなるっていうのはそいつの責任だから、うん、そこまでは思わないですけど、やっぱ1軍って勝負の時なんやから、うん、そういうのを改善してあげてくださいって言ったら、次の年から寮生全員宿泊になった、うん、すごい提言が通ったんですね。そうそうそう、だから多くの人は僕が言ったっていうのは知らないと思いますけど、はい、それが通ったんですよ。今この動画見てたら、あれ笹崎さんが言ってくれたんだってありますね。ああ、はい、あとあのごちゃごちゃ言って、はい、なくなした事例とかもありますけどねこれはやめろって。ロッテって、はい、あのナイターデーの時に、うん、あのだ金曜日の夜、はい、ナイターデーの時は希望者はマリンで泊まれたんですよ、うん、へえ、球場にですか。あのホテルに。あ、近くのホテルに。そのはい、はい、その一軍監督コーチ選手は、はい、で僕その時船橋に住んでたんで、はい、別に泊まる必要なかったわけですよね、うんうん、で、あのこれもおかしいと思って、はい、あのすみません、あのナイターデーの時に多くの選手があの球団のお金でホテル泊まれるわけじゃないですか、うん、でこれをするんだったら、うん、はい、僕とか福浦さんも千葉に住んでたんで、はい、僕とか福浦さんの時は
はあの西武とか行くとき遠いんで、うん、自腹で全泊するんですよね、はい、朝から西武ドーム行くの遠いから、うん、もう立川にその球団のホテルに自腹で払って全泊して、うん、ホテルから球場に向かうっていうのを、うん、千葉から行ったら遠いんで、うん、自腹でしてたりとか、あの横浜とか、うん、あとはあの神宮とかの時も朝混むとか首都高とか混むとか嫌だから、うん、あの自腹で泊まったりしてたんですよね、はい、ってなったらここそれするんだったら、うん、僕らの宿泊費も自腹のやつ出してもらっていいですかって言ったんですよ。いやそうですね、だってその幕張に泊まる選手は東京に住んでて遠いからってことですよね。そうそうそう、だからそれも言ったんですよ、うん、千葉に球場があるから、はい、僕は千葉に住んでるわけですよ、はい、で、うん、これがもし横浜にあったら横浜に住むし、うん、埼玉にあったら埼玉に住むわけですよ、うん、球場が千葉にあるから千葉の近くの僕は船橋に住んでるわけですよ、うんうん、でそれより遠くでしんどい人っていうのは羽田に近いとか、うん、東京駅に近いとか、はい、浦和とマリンの間やとか、うん、もしくはその実家の近くやとか、うんうん、どうしてもその土地に住みたいとか、はい、っていうふうに球場が遠くなってもそっちの利益を取る人は自分、まあ言い方悪いですけど自分勝手に遠くに住んでるわけじゃないですか。まあ住みたいとこに住んでるわけですからね、でそれで遠くなったって言っても、うん、それはそいつらの責任なわけじゃないですか、はい、で僕らは千葉にあるから千葉に住んでる、うん、でなんでその自分勝手にそう遠くに住んでる人が来るのがしんどいからって宿泊が出て、うん、千葉に球場があるから千葉に住んでて他の球場が遠くなるから全泊が自腹ってよく理解できないんですよ、うん、確かに不公平な感じしますね、はあ、で僕らはその全泊のお金は使ってないわけじゃないですか、はい、その全泊のお金を使わないからその同額を僕らが西武とか全泊するときに、だって年に何回もあるわけじゃないんで、うん、数回だけですよ、はい、でそれをあの出してほしいんですよって言ったんですよ、うん、でそしたら、はい、あの出してくれるのかと思いきや全泊がなくなった、はい、ちょっと全泊してた選手はなったかもしれないですけど、はい、でもね、はい、僕の理屈からしたら、うん、それが遠くから来てしんどいんだったら、うん、自腹でも泊まるべきだと思うんですよ。まあまあそうですね、はい、うん、でそれがね、蓋開けてみたら、うん、球団がお金出さなくなったら、はい、泊まる人がほとんどいなくなったんですよ。っていうことは、はい、別に泊まらなくてもいいことにお金を出したってことなんですよ。そうですね、だって僕がもしね、うん、じゃあ西武に行くときに全部球団出してくれようがくれまいが、はい、自分でお金払っても絶対泊まってたと思うんですよ、まあ、それに利益価値があると思ってたら、そう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 、うん、ってなったらそれほとんどいなくなったらしくて、はい、ほら見ろって最初から必要なかったんやと思って、はい、じゃあそれも成功ですね。そう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 、うん、ある意味ね、ある意味球団にとっては無駄なお金をなくして、でも僕のおかげで、ね、そうあの楽できなくなったっていう、はい、まあまあ公平でいいんじゃないですか、はい、はい、あのありますし、はい、あのあとはね、あとなくなしたやつはね、はい、あのホテルに入る新聞っていう、ね、ホテルに入る新聞、部屋に新聞って入ったりするじゃないですか、頼んでたら、はい、あれお金かかるじゃないですか、はい、無料で入れてくれてるとこもありますけどね、はい、でそれがあの遠征先の全ホテル、監督コーチ裏方さんは全部新聞が入ったんですよ、スポーツ新聞、はい、あのその球団が、うん、で裏方さんって言っても僕より年下の用具係とか、はい、あのバッティングピッチャーとか、うん、別にスコアラーじゃなくても、はい、にも全部入ってたんですよ。へえ、おかしいと思って、うん、僕らはスポーツ新聞読むときに自分で撮るか、うん、食事会場にある数枚をみんなで順番で読むかだけですよね、はい、うん、でスタッフの人みんな入れてるわけじゃないですか、はい、って言って僕の部屋にも入れてもらっていいですかって言ったんですよ、はい、うん、球団は、はい、なぜなら僕は試合を今戦ってない違うチームのデータも取らなきゃいけないわけですよ、うん、で家だと自分の家のシーンもありますけど、衛星データはないわけじゃないですか、うん、でまあ、自分で買いますよね、うん、でそれでデータを他の球場の成績のやつとかもデータも取っていかなきゃいけないわけじゃないですか、うん、はい、で今だとまあスマホがあるんで全部調べられますけど、その当時なんて別にガラケーだったんでそこまでちゃんと調べられないじゃないですか、はい、うん、でそれをあの用語係とか、うん、トレーナーとか裏方あの、はい、とか、それはスコアラーに関係してる人は別だと思いますけど、うん、一律全員スタッフの人だけに新聞が入って、はい、こっちの本当に必要なところに入らないとおかしいと思うんですよ、うんうん、だから僕らのところも入れてほしいんですよ、はい、って言ったら全部なくなったんです。なくなったんだこれも入れるのがまあまあ一部で百何十円とかですからね。まあでもそうですけど、うん、じゃあそれは意味もないのにやってたんかなっていう、まあそういうことになります ね、 ねえ、とりあえずじゃ あ、 まあ入れとくみたいな感じだったんですかね、うん、そういうところでね、お金ないない言われてもそれ困るんですよ、こっちもね、はい、そんな無駄遣いしてたら、うんうん、あのっていうのもありましたし、はい、あとはですね、球場の改革っていうところで、はい、今ゾノバリリボンビジョンっていうのが、うん、ライトポールからレフトポールに向かって内野席ぐるーってこのリボンビジョンがあるんですよ、はい、
あれをつけたのも僕なんですよ。へえ、あの上の方にこうこういうのがありますね。はい、あそこにちょっと出たりしますもんね。はい、あれ提言したの僕なんですよ。へえ、そうなんだ。2006年に WBC でアナハイムの今大谷がいるエンジェルスの球場に行った時に、はい、エンジェルスの球場にもリボンビジョン2列あったんですよ。へえ、レフトからライトまで、はい、うわこれめっちゃいい、綺麗やし、うん、なんか演出的にいいな、はい、と思った時に、うん、あうちもやればいいのにと思って、うん、マリンにもそこがあるんで、 その、はい、でそこはもともと白かったんですよ、うん、壁が、はい、で外野手はいつもサブローとか言ってたんですけど、うん、その白いところに打球の白いのをかぶって、うん、見づらいから あの青とかに塗ってくれっていう、はい、っていうのを、はい、あのずっと言ってて、でもそれでずっと白だったんですよ。だそれで2006年の、ね、あの契約更改の時にあのそれ見てきたと、花嫁 で、うん、で外野手もそこ言ってるじゃないですか、はい、だからあそこ全部こうやって ビジョンつければいいんじゃないですか、うん、って、はい、でそしたら、うん、広告っていうのは球場をね、はい、1回そこに塗ったらもう半1年間ほぼそれじゃないですか、うん、だから長期的契約になるんで結構予算高くなるじゃないですか、はい、でもリボンビジョンとかだと、うん、電光掲示でついたり消えたりついたり消えたりっていうのを、うんすることができるから、はい、単発のスポンサーも取ってこれるから、うんはい、少額のスポンサーを数で勝負できることもまあなるじゃないですか、はい、でなる方もなりやすいし、うん、でそういったところでも、収益としては増収しやすいんじゃないですか、うん、でその日本そこ1回もなかった、うん、1個もなかったんで今はねいろんな球団でできてますけど、はい、でその時もあのどっかの企業とタッグを組んで、うん、あのそこも宣伝になるわけじゃないですか、はい、でそれでそういうのをバックアップしてもらってスポンサー的にやっていけば、うんはい、あの10年ぐらいやったらペイできると思うんですよ、うん、そういったところをやったらあの全ての面において僕はいいと思うんですけどね、はい、って言ったら2007年のオフに着いたんですよ。へえ、ね、6年に言ってすぐできないんで、はい、でそれでその時はアジア最大のリボンビジョンって言われてたんですよ。へえ、そうなんだ。今はいろんなところが出しましたからね。あれ日本で言ったら一番最初はロッテですよ。あ、そうなんですね。ああ知らなかった。しかも里橋さんの提言でっていう。そう結構変えてますね。はい、でもいいと思うのは取り入れた方が球団タイミングにもなるじゃないですか。それで収益が上がることによって僕らの給料も返ってくるから、はい、その契約更改っていうのはお金の話、自分のためばっかりじゃなくて、うん、球団がよりよく、はい、選手がもっとより良くなっていくために、うん、自分のポジションに応じて全てが良くしたいと思えばどんどん言った方がいいですよね。はい、あとあれもありますよ。これはもうあの引退する間際ぐらいだったんですけど、はい、マリンって12球団で、はい、あの1つだけなんですよ、風速計があるの。あ、風強いから、はい、マリンだけなんですよ、はい、風速計があるの、はい、で必ず、うん、あのテレビで抜かれるのは風速計なんですよ、はい、今フライ何メーターとか、うん、今日強風からですみたいなニュースでも、はい、その強風の絵から入ってスパンして試合とかなってくるじゃないですか、はい、だから何気に露出案の、俺はあの風速計の下やと思うねんっつって、はい、あの風速計の下に広告入れた方がいいよっつって、うん、すごいとこまで気がつきますね。あそこが一番カメラに抜かれるし、はい、映るし、うんうん、アップで映ると、はい、なった時に、うん、でニュースでも使われるから、はい、あのまあ、あのバックネットがね、うん、とか監督の上が一番映るやつですけど、はい、その何気にあそこ俺売れると思うんやつって、うんうんうん、だからって言ったらもうすぐ売ってきたって言ってました。すごい。なんかそれ還元されないんですか。ああ、そういうのはいいんですよ僕。あ、いいんですね。ああ、別にその還元してくれなくても、うん、どうせ給料でもらってるし、はい、それでチームが良くなっていけばいいじゃないですか、うん、すごい。でもね、はい、あの僕が言ってなんなかったことがあるんですよ、はい、震災を起きた時に、東日本大震災が起きた時に、はい、でプロ野球も中断、うん、開幕を遅れたんですよ、ね、それの一番の最大の理由はやっぱ電力不足っていうところで計画停電あった、はい、あるところでそんなバンバン電気使ってプロ野球なんかしていいんかっていうところで伸びたと思うんですよね、はい、でその時に言ったのがすぐに、はい、マリンを世界で一番エコな球場にしようって言ったんですよ、球団に、うんうん、であの屋根のところ、マリンって上に屋根の傘があるんですけど、はい、傘の上360度一周にソーラーパネル乗せようって、ね、乗せて、はい、で風吹くわ、うん、風速電力立てようって、はい、これも単独じゃ無理やから、うん、どっかの企業とタッグを組んで、はい、であの協賛という形でやろうって、うん、でそしたらその風速で電力だから日本一エコな球場、うん、自分たちの電力はあの自然エネルギーで全てコントロールしてます、うん、でイメージ良くないですか、はい、でずっと火照らすわけだから、うん、でもそれを蓄電して回していければいいし、うんはい、でもしくは
あの売電すればいいわけじゃないですか、うん、で1年間365日試合やってるわけじゃないんで、はい、試合やってない時はそれを売電していけば、うん、もう僕一番最初の最初で言ってたんで、はい、売電価格が一番高い時なんですよ、はい、それが何十年か続く契約ごとでみんなソーラーつけてると思うんですけど、うん、莫大な利益を出ると思うんですよ、はい、継続的に、うんうん、でも言ったのに、はい、あのやったことなかったです。ダメだったと。で今言ってみんなに言うこの話すると、はい、もったいないって、うん、あのそうや最初やってたら、はい、売電でかなり利益得てると思うよっていう、うんうんへえ、いい案だなっていう感じしますよね。そういう自然エネルギーで地球のためでもあるし、はい、イメージ戦略としても球団としてもイメージいいじゃないですか、うんはい、で、訴えかけたんですけど、うん、通んなかったです。いやでもさすがですね、佐藤さんのその敏感力というか気がつきますね、いろんなところに。なんかボケっと思ってて、おっと思うんですよね。いや私ボケっとしてても何も思いつかないですよだってあのアナウンサーも一応半年に1回そういう面接があるんですよ、はいはい、部長と面接をして、はい、一応その高く部署からの評価っていうのがあるわけです、うん、それを、まあ、詳しくは言われないけど、まあ、いい評価もらってますよとか言われて、うんうん、プラスなんか要望とか聞かれるんですよ、はいはい、私1回も何の要望も出したことない言う人はやっぱすごい言うんですよ、はい、ここはこうするべきだとか、はい、アナウンス部の経費はこう使うべきだとか言うんですけど、はい、私特に何もありませんって言って、もうでも別に最短で終わってました。何もなければ無理に言う必要ないんで。いやでもなんか気がつかないんです私は、もう自分のことだけ。だってあれですもんね、はい、もう半年ぐらい一緒にいますけど、はい、鈍感力すごいですもんね。多分私ねダメなんですよ、何も気がつかない周りのこと。どんな逆に、はい、幸せっす幸せっすよ、幸せ者